こんにちは、 YAB アナウンサーの玉野伊吹です。今日私は早友高校にお邪魔しています。今の高校生が思う将来なりたい自分とか聞いてみたいですね。未来に向かってどうやって頑張ってるのか、それを聞いて私も生かそうと思います。逆に勉強しようみたいな。そうです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 。行ってきます。入社1年目の玉野アナは高校生からも学ぶ気満々。まずは生徒会長の佐川さんに校舎を案内してもらいました。こちらが看護実習室になります。わ、すごい。教室ではなく、まるで病院のようです。衛生看護科という科がありまして、生徒さんが患者役とその看護師役に分かれて血圧を測ったり注射をしてみたりっていう授業をするので、とてもリアルな場所になっていると思います。早友高校には全部で8つの学科やコースがあって、校舎には勉強に必要な設備がたくさん詰まっています。中には学校の歴史に関わるこんなものも。針塚といって、簡単に言うと針のお墓的なものになるんですけど、1年間使用して折れてしまった針などを感謝の思いを込めながらこちらで保管するっていう形になります。実は早友高校はもともと裁縫を学ぶための女学校でした。家庭科を学ぶ生活クリエイト科では100年以上針を供養する行事が続けられています。早友生 の、 その生活クリエイト科の子たちはちょっと落ちてる待ち針とか見たら、このまま捨てちゃダメって絶対に言うんですよこのまま捨てちゃダメって言ってすごい保管して、でその12月のために取っておくというか、名物と言っても過言ではないものなのかなというふうに思います。ちょっと怖いとこですか、もしかして。続いての案内人は金谷君校舎を巡っているとひときわ目を引く教室が。お邪魔します。わ、広い。工場じゃん。ずらりと車が並ぶのは自動車実習場。自動車整備士などを目指す生徒が学んでいて、卒業と同時に国家資格の取得も可能なんだそうです。自動車の製造に今携わる工場に就職することが決まったので、やっぱ一つ一つ丁寧に作って、まあ、安全でかつ、まあ、たくさんの人が乗りやすいような車を作りたいと思ってます。ちなみに聞いてもいい？どこの会社？はダイハツ九州です。あ、そうなんだ。はい、乗ってますダイハツの車。私、ありがとうございますありがとうございます。早くない？4月の入社まではもうちょっとあるけど、社会への船出応援してるね。学校とは思えない教室の数々に圧倒される玉野アナですが、もっと変わった学科があるそう。授業に突撃です。わかりました。こんにちは、お邪魔します。え、すごい。何の授業？みんな前に生首を置いてる。これは何を？前髪切ってます。真剣な眼差しでヘアカットしているのはビューティーコースの生徒たち。美容師や理容師を目指すための学科で、県内で唯一早友高校だけにあるんです。夢は美容師、はい、おばあちゃんがもともと美容師をしてて、その子供の頃に切ってもらったりするのがすごい嬉しくて、自分もなんか切ってあげたいなって思えるようになりました。なんとも家族思いでいい話。これはカットできません。青春を求めて聞き込みを続けていると、今年ならではのエピソードが。青春っぽいなみたいなありますか？2週間前と文化祭ですか、ヘアショーっていうのをやって、うん、年に一度文化祭で行われるヘアショー。
普段勉強しているヘアメイクはもちろん、モデル、衣装、舞台の演出まで、全てを生徒が手掛けるビューティー学科の集大成です。みんなでたくさん話し合いとかもしたりして、ぶつかることも多かったんですけど、本番成功してそのなんかみんなでよかったねって言ってすごい泣いて、それがすごい青春かなって思ってます。私、コロナも規制があんまりなかったので、その自分たちが1年生とか2年生の時に体験できなかったようなことも体験できて、すごい新鮮だったけどすごい楽しかったです。今の3年生はコロナ禍に入学した世代。ひときわ尊い文化祭、お疲れ様でした。ホロワマ授業の合間、学校生活におけるオアシス、お昼休み。体育館の周りは生徒のランチスポットになっています。いつもここでご飯食べてるんですか？はい、そうです。いつも何の話してるの？恋バナとかしてます。いいな、青春。今じゃあ好きな人がいる人、みんなじゃん。みんな。秘密の恋バナは教室を飛び出してこっそりと。ランチタイムは本音が出る時間ですよね。こんにちは。これどういう集まりですか？部活です。何年生？2年生、1年、緑が2年で、3年生が青色です。学年を超えて仲良しなダンス部の男子、おいしそうにお弁当を頬張るみんなに、人生の先輩玉野アナが物申します。いいな。いやもう本当に社会人になって気づくよ、親御さんの料理ってもう本当に本当に大事に噛みしめて食べなよ、本当に。はい、今だけですもん。そうだよ。話しているとひときわ早起きの1年生が。早起きにはちょっと切ないわけがありました。4時半に起きてます。4時半に起きて、それは朝練とか何するの？あ、ずっと音楽聴いてます。あ、ダンス部やったらある意味朝練。でも、俺も踊れんのっすよね。気胸になってしまって、で、手術してまだ罰されてないけど、踊ったらダメなんですよ、俺は。だけずっと音楽聴いてます。踊れないフラストレーションを音楽聴いて消化させてる。消化させてますね。いや、辛いですね、今ちょっと踊りたい欲が爆発してます。早起きしてひたすらイメージトレーニング、きっと成果が出るから今はお大事にね。ほろ苦。次回の青春は県内で早友高校だけにある部活に潜入。太鼓のリズムに思わず体が動いちゃいます。